いらっしゃいませ。マスター、開いてるかい。どうぞ。マスター、シンガポールチキンライス一つ、ベトナムコーヒー一つでお願いします。かしこまりました。皆さん腐ってまうから言うて、練乳を使うようになったらしい。ああ。せやでも人生はほんま旅みたいなもんよね。あの新しい出会いがあって。ああ。来年はなんかでも出会えそうですね。来年はそうだね。うん、出会えるの毎日期待してます。期待してます。まあまあでもね、ほんまになんちゅうのこう、すでに知ってる人でもこう新たな一面を見たりとかいうのもやっぱその出会いや。ああ、そういう意味ではすごい楽しいんだな。なるほどね。ちょっといいこと言ってました。はいはい。